両膝白いものがありますが、その中で戻ってきました安美錦です。まあ、この膝がね、はい、丈夫な膝だったら、まあ、たらばなしはいけないんでしょうけど、大関はね、はい、出会えた力士だと思いますけどね。おしまいは部屋でしっかりと稽古を積んできた安美錦、対するは琴勇輝、こちらも左の膝、少し稽古場で気にするところがありました。元木が合わせます。呼吸が合いませんでした。先場所は2回対戦がありました。本割と優勝決定戦がありました。本割では安美錦が勝ち、優勝決定戦のトーナメント準決勝でしたが、琴勇輝がその時は勝っています。と、このまま安美錦は手を挙げてコメントのような仕草を見せました。3回目です。まっすぐ踏み込んでいった。ひるまず上手、上手投げ。安美錦初日白星。立ち合いしっかりと踏み込んで連勝を手にしました。上手投げで安美錦の勝ち。当たり負けしてなかったね。そうでしたね。頭まで行きました ね。その立ち合いご覧いただこうと思いますが、いや、それにしてもいい立ち合い、もろ手突きだったんですが、全くひるまずに踏み込んで、もうここで左の上手、いいタイミングでね、もう全くもう若手に力を出す余裕を与えなかったですね。そうですね。いや、これで39歳で幕内に復帰して白星を挙げました安美錦です。幕内での白星というと、その8場所前は全て休んでいます。今日の対戦相手は23歳という若手の輝です。両者初めての対戦になります。輝も初日前に出る圧力がありました。16歳年の差あります。立ち合い、今日も安美錦まっすぐいった、はたいた、はたき込み、返り入幕安美錦2戦2勝です。前に落ちました輝。幕の内力士だけが受け取れるこの懸賞の積み上げも受け取って、館内の拍手を受けます。安美錦の勝ち。さあ、今日の相撲、今日もまずまっすぐ当たっていきました。うん、当たってますよね。まあ、これ今日初顔なんですよね。はい、輝としてはね、やっぱりこのベテランにね、こう飲まれてしまうようなね、そういうところもあるんですよね。あ、それは仕切りを重ねる中 ですか。いや、その仕切りを重ねるというか、やっぱりね、この初顔という中でね、はい、やっぱり相手はベテランですからね。そういう中でのね、その気持ち的に飲まれてしまうようなところもやっぱりありますからね。はい、まあ、ふわっとした立ち合いになりました。安美錦が引いて叩きました。安美錦の勝ち。安美錦のうまさが上回りました。3連勝安美錦3連勝錦木2勝1敗白縫さん、はい、ただいまの決まり手は、はい、この辺りでしょうか。そうですね、しっかり
ね、しっかり当たって、はい、まあ、中に入ろうとするところですもんね。右が覗いていたんですね。覗いてましたね、はい、しっかり ここで覗いて、ここで、はい、相手が出てくるところを肩透かしでしたね、おそらくこの下がりながらの土俵の広さとかですね、はい、がもうしっかり入ってるんじゃないですかね、頭の中に。立ち合いこれやっぱり安美錦の方が先に踏み込んでるんですね。そうですね、先に踏み込んで起こして何かする感じだったと思います、はい、今のその土俵の感覚であったり、あと相手が出てくるタイミングであったり、そのあたりでしょうか、うまさというのは。そうですね、そういうのがしっかり感覚に、まあ、体に刻まれているというか、はい、そんな気がしますね。兵庫県高砂市出身境川部屋、この安美錦といいますと去年の夏場所、左アキレス腱の断裂という大怪我がありました。その後十両に下がって今場所8場所ぶりの幕内。舞の海さん、はい、戻ってくるだけでもすごいと思いますが、はい、そうですね、いや本当にこの頑張りは頭が下がりますね、はい、ですから妙義龍側からしますと少しこう押しながら密着していった方がいいでしょうかね。そうですね、それと攻め急がないことですね。なるほど。さあ木村元基が合わせます。4連勝をかける画面の右、39歳の安美錦、今日は妙義龍戦です。ちょっと妙義龍が突っかけます。さあ2度目、これで対妙義龍5連勝としています。この安美錦、涼しい顔、ベテランの安美錦らしい相撲でした。いやうまいですね、はたき込み、絶妙のタイミングで決まりますね、はい、安美錦の勝ち。水を一杯飲んで今日は右から張っていって、早いですね、やることが、はい、次から次へと先にこうやって張って当たって、この後早いですね、これですよね。これは舞の海さん、はい、ある程度想定してなのか体が反応してなのか、そのあたりどうでしょうかね、この安美錦の攻めというのは。考えてはなかったと思うんですけどね、はい、やっぱり長年の相撲感でとっさに出るんでしょうね。立ち合いです。さあ初日から5連勝をかけて安美錦、左の上手から求めました、足もお手で取りに来ましたが、捕まえて右四つは大奄美、まだ上手はありません。胸を合わせていけば大奄美か、いや回り込め、上手ままこの大歓声。新入幕大奄美を土俵際の逆転。今日は今場所一番時間がかかって一番危ない相撲でしたが、4日間続いていた寂しい顔ではなくて、安美錦の勝ち、決まり手すくい投げです。いや西岩さん、はい、もう今日はさすがにどうかと思いましたが、そうですね、よく残しましたね、土俵際の残し方なんかは39歳とは思えないですね、そうですね、立ち合いから見ていこうと思いますが、さあまず当たって上手から求めに行きましたね。そうですね、よくやる立ち合いなんですけどもね、はい、上手を取ったら安美錦がしぶといですね、ただ右を差して大奄美も十分で、胸が徐々に合ってきたこの辺りからどうかと思ったんですが、そうですね、大奄美としては
胸を合わせてこう安美錦の頭を上げたかったんですけど、はい、安美錦は頭を上げませんでしたね。そしてここ右の返しで残して、さらに今うまさとおっしゃったのは、はい、最後土俵際突き落とした場面ですよね。いやもうここまで来ると何か信じられないというふうなため息しか出ませんね。本当に素晴らしいと思います。まともに引きましたが決まりました、安美錦の勝ち。最近はこの立ち合いからの引きがよく決まりますね、安美錦は、はい、なぜこれがここまで決まるんだろうなというところですね。やりつつ、もう3日目あたりからもやりつつあったので、3日目あたりからですか。それだけですから今場所は序盤から白鵬が隙がなかったということですかね。ああ今場所はもう初日からね全く危なげないですしね、まあちょっと珍しいんじゃないですか。あ、うん、時々ね白鵬って危ない相撲もいくつかあるんですよね。そうですね、それだけ今場所は集中しています。土俵上は安美錦と碧山が上がっています。去年の夏場所でしたね。まさにここまで復活してきた安美錦、対戦相手は今場所途中休場があった碧山、2勝3敗4日の休みで今日を迎えています。去年の初場所以来の両者の対戦です。碧山が嫌いました。連敗を止めました。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して安美錦の勝ち。碧山は2勝4敗4日の休みですから成績的には負け越しということになります。改めて向正面の錣山さん、はい、どうですか安美錦。いや当たって変化するのかなと思ったんですけども、安美錦の方が、はいはい、まともにいきましたね。でしたね。だから碧山もこのちょっと頭の中に安美錦の変化が入ってたと思うんで、見ていったところ思いっきり出てこられたんで、はい、もうなす術なかったですね。そのあたりがこの安美錦のうまさですよね。そうですね、もう駆け引きのうまさというか、はい、やはりベテランの味というんですかね。東方千代翔馬、東前頭6枚目、モンゴルウランバートル出身、うん、九重部屋、西方安美錦、西前頭13枚目、青森県西津軽郡深浦町出身、伊勢ヶ浜部屋。行司は木村幸之助であります。安美錦への声援が多くなっているこの福岡国際線、奥さんは怪我なく15日間終わってほしいという願いで毎日見てらしたんじゃないでしょうか。その家族に勝ち越しを届けられるか安美錦。千代翔馬も7勝7敗、幸之助が合わせます。勝てば安美錦敢闘賞獲得。左四つ出るのは千代翔馬、上手出し投げ、安美錦勝ち越し。よしという口の動き。39歳安美錦千秋楽勝ち越し。少し表情が崩れたように見えます。ただいまの決まり手は上手出し投げ、上手出し投げで安美錦の勝ち。
決まり手上手出し投げ。いやー、身に敷きにしては珍しく勝った後よしという言葉を出しました。涙の関東町、ああそうですね、知ってる、黒岩ですね。いやー、大したもんですね。やっぱり一番いい形になったね。そうですね、珍しく勝負ついてからダメ押しみたいなのやったね。三部さん、はい、それとこの今の出し投げはうまいですね。見事です ね、 ね、この千代翔馬の左の下手にですね、はい、全て体重をかけてるんですね、はい、上半身とか右腕だけではなくこの下半身でもですねぐっとこう腰を落とすようにして、うん、相手 の、 ひあの下手を殺してますね、はい、いやー見事です。39歳で三賞は旭天鵬が昭和26年の九州場所で40歳2ヶ月で敢闘賞を獲得しましたが、それに次ぐ、高年齢での受賞という形になりました。あ、三部さんちょっと涙が出てますね。出てますかね。あ、この後インタビュールームに向かってくれると思います。放送席、はい、どうぞ。勝ち越し、そして敢闘賞、安美錦関です。おめでとうございます。ありがとうございます。目から少し熱いものが。疲れました、うん、特に勝ち越しに王手をかけた後4連敗でかなり苦しかったと思います。うん、そうですね。まあでも毎日毎日やるしかないと思って、まあ、頑張りました。今どんな思いが胸を巡ってますか。やっぱり幕内でねこう通用するかしないかっていうねちょっと不安もいっぱいあったし、やっぱりね家族も一緒にね戦ってるのでやっぱり、勝ちたい思いがね、出てこうやっぱり連敗するとね、やっぱり、弱気になる部分はいっぱいあったんですけど、まあ、最後しっかり相撲取ろうと思って、まあ、しっかり取れましたね。連覇中は奥様やご家族は何か声をかけてくれたんですか。まあ、いつもと変わらずね接してくれて、まあまあ、こう向こうにも、ね、気を使わせて、ね、こうしてたので、まあ、今日みんなで喜べばいいですね。しかし39歳でこれだけまた頑張れた一番の原動力は、やっぱり家族が、ね、支えてくれたので僕はもうそれに、応えたいという気持ちだけで、まあ、今その土俵に上がっているので、まあ、よかったです。この涙がもう本当に全てを物語ってますね。そうですね、やっぱり、ね、土俵に上がってね勝ち負けある世界なので、まあ、まあ辛いことだらけですけど、まあこうやってね、本当に良かったです。敢闘賞というのは新入幕以来なんですが、また新たな新入幕みたいなもんですかね。最初ついてるのも、ね、分かった分からなかったんで、まさか、ね、ついてるとも思わなかったし、まあ、こうやって評価してくれて本当にありがたいですね。来年はご家族のためにも自身のためにもさらにいい年にしたいですね。やっぱりねまだまだちょっとね、もっと稽古しないと厳しいと思うので頑張ります。本当におめでとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。安美錦関でした。いやー北野さん、こうグッとくるものありましたね。ね、まあいい涙ですよね、はい、大したお父さんです。